引っ越し。今日の授業は終わりだよ。僕は家に帰って発明品の続きを作ります。キャマはお家でジュースを飲むです。家に帰ったらハンバーガーを食べてお昼寝するだいち。私はぐるぐるヘアのお手入れしよっと。いいでやんすね、帰るところがあるなんて。ね、兄貴。俺たちもたまごっち製制服のために新しい秘密基地が欲しいよな。そういえば兄貴、昨日いいところを見つけたでやんす。いいところ？秘密基地にうってつけの場所でやんす。本当か？仕事が早いな。抜かりはないでやんす。兄貴、ここでやんす。なんかイメージと違うな。どの辺がでやんすか？俺様のイメージじゃもっとこう森の中の一見目立たない場所に入り口があるんだが、その中をずーっと降りていくとそこにはバーンとでっかい秘密基地があるみたいな。ダメでやんすか？いや、我々が目指す完璧な秘密基地はそう簡単には見つからないからな。ま、しばらく住むには十分だろう。誰も住んでないみたいでやんすね。そりゃいいな。よし、ここを秘密基地にしてたまごっち製制服への近道を邁進するぞ。気のせいに決まってるだろ。ほら、気のせいじゃないでやんす。どうせピポが動かしたんだろ。ピポスペッチならそこで寝てるでやんす。もしかして兄貴も怖いんでやんすか？バカ野郎、俺様が怖いわけねえだろ。でも兄貴震えてるでやんす。むしゃぶるいだろ、見てろ。見ろ、こうやって鍵をかけてしまえばどうってことないんだよ。どう一体どうなってんだ。こんな状況でそんなおっかないこと言ってんじゃねえよ。さすがの兄貴もやっぱり怖かったんじゃないんでやんすか？怖くないって言ってんだろ。お前たちがビビって逃げたそうな顔をしてたから、お前たちのために逃げてやったんだ。さすが兄貴でやんす。俺様にとってこんな家なんてことないぜ。じゃあ兄貴中に入ってくださいよ。バカ野郎、空を見てみろよ。こんな星が綺麗な夜に中に入ろうなんて、お前もロマンチックじゃないな。いけねえ。今夜はこの星を見て寝るとしよう。男のロマンでやんすね。あ、流れ星。明日はいいことがありそうだな。お前たち、あんなことでビビっていたんじゃ、たまごっち製制服への近道どころか遠回りだぞ。
そうでやんすね。いいか、お前らのためにワールカフェに入って度胸をつける練習だ。ウィスでやんす。本来なら俺様が先に入るところだが、ここは一番乗りの栄光をお前たちに譲る。俺たちがでやんすか。お邪魔しますでやんす。逃げてちゃ練習にならないだろ。こら、ビビるんじゃない。もっとクールになれ。はいでやんす。ご注文は？いつものやつ。お隣さん。はい。ご注文は？いつものやつ。兄貴、俺たちは注文初めてでやんすよ。そうだったな。ご注文を。コーヒー。同じく。コーヒー3つで。ミルクは。ミルク。おいおい、ミルクだと。ミルクだって。ミルク。結構です。お砂糖は。今度は砂糖だったよ。結構です。お前何怖いこと言ってんだ。いえ、なんでもないです。兄貴、ワールカフェで飲むコーヒーの味はどうだったでやんすか。とにかく苦かったな。改めて見るとなんかこの街も案外小さいな。そうでやんすね。まったくだな。ワールカフェのあの雰囲気に比べりゃ家具が動くなんてどうってことないだろ。もう平気でやんす。なんだ。なんでやんすか。ゴッチマンシーズン7230話、ゴッチマンモンスターマハウスを退治するの巻、シーン48最終カット、よーいスタート。やっぱり怖いでやす。こら、アカ離れろ。あれ、どうも調子が悪いんだよな。昨日も勝手に動いてたし。あ、動いた。こっちまん、こっちまん、ここよ、ここ。ウルターガイスト現象で卵驚かせているモンスターマハウスは。そんな悪いモンスターマハウスは私が退治してみせる。なんか外が騒がしいぞ。不気味な声が聞こえたでやんす。ゴッチマンコントローラー、ゴーチ。ゴッチマンミサイル発射。水御用さん、ゴッチマン。町に平和が戻りました。これもゴッチマンのおかげです。カット。はい、オッケーっす。ご苦労様。はい、これで今日の撮影は終了。みんなご苦労さん、ご苦労さん。いやー、ラブリンちゃんの演技がうまいから一発 OK よ。家具が動くどころか自分で爆発しちゃう家があるなんてな。びっくりでやんすね。
今女の子の中で一番人気のあるブランドですわ。私も大好き。他のみんなにも知らせるだわよ。タマスタイルのマーゲンか。気合入るわね。何買おっかな。ガヤリン巻きたい。似合う服があるといいね。私にぴったりの服があるに違いないですわ。キャマも行きたいでしょ。でも茶豆っちは初めてだしな。茶豆行きたいです。そうだ、豆っちが茶豆っちを守ってあげればいいんじゃない。え、何から守るんですか。それはバーゲンの当日になればわかるわよ。ほう、それじゃ明日の朝から特訓よ。え、特訓ですか。頑張りましょうね。早起きしないといけないんですか。じゃあ眠いでしょ。当日になればわかるわよ。まずは階段ダッシュよ。はい、準備はよろしいかしら。ここを登るんですか。そうよ。さあ豆っち、茶豆っち。1分を切らないとダメですわ。どうしてバーゲンセールに階段ダッシュの練習をしないといけないんですか。当日になればわかりますわ。お、次はタックルの練習よ。じゃあラブリッジ。はい。いいですわよ。次マメッチですわ。はい。練習なんか当日になればわかるわよ。今日も朝練です。この障害物にぶつからないで全力疾走する練習よ。はい、ナメッチ。はい。避ける練習やスクラムの練習をしないといけないんですか。当日になればわかりますわ。また当日ですか。みんなの技聞いてたわさ。タマスタイルのバーゲンは福袋形式だわさ。みんなに知らせるだわさ。福袋か、これも練習しておこう。お、紙袋を触って中身を当てる練習や。ジーンズにブレスレットかな。ブレスレット、タマスタイルは女の子向けの小物も有名だもの。あー、ワンピースとポシェットだ。ぷっぷー、外れー。なぜこんな練習もしなきゃいけないんですか。当日になればわかるわよ。また当日。一体当日に何があるんでしょう。朝練です。今日は最後の仕上げ、棒高跳びの練習よ。はい、ラブリッチ。はい。次、マメッチ。はい。さすがにバーゲンセールと棒高跳びは関係ない。明日になれば分かるんですね。いよいよ明日はバーゲンよ。絶対ゲットよ。はいです。あー、おー、
まだ眠いです。お兄ちゃま、どうしてこんなに早起きしないといけないですか？僕にはわからないことだらけです。おはようございます。大行列です。おお、なるほど。だからこんなに早起きしたんですね。そうですわ。みんな、そろそろよ。はい、絶対ゲットよ、絶対ゲットよ。ファイト。本日はお越しいただき誠にありがとうございます。まもなく開店でございます。代わりにゲットしておきます。お先に戻る。なるほど、どうして障害物の横をすり抜けて走る練習をしたのか、これで分かりました。した意味が分かりました。どうしよう、これじゃ福袋をゲットできないわ。よし、こうなったらフォーメーション V や。なるほど、スクラムの練習をした意味が分かりました。それ、バーゲンセールがこんなに体力勝負だとは思いませんでした。女の子にとってバーゲンは戦場なのですわ。事件は会議室ではなくバーゲン会場で起きてるのよ。よし、こうなったら奥の手よ。なるほど、棒高跳びの練習をしたのはこのためだったんですね。マメッチ、次お願いしますわ。女の子の世界に男の子の僕は入っていけないです。
マドレーヌキエドッチーヌ。髪型が乱れるから雨の日は嫌いなんだ。